あれ。どうも、ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。ムーリンです。スンです。というわけで、素数売りでーす。というわけで、ルールなんですけれども、なんかセキサーがちょっと前に素数カラオケ。どこじゃない。ちょっと前。あ、あれか。俺が、ゲイっていうの失敗したやつ。あ、そうそうそう。あの、孤独にやってるやつ、こうやって。まあ、というわけで、まあ、素数カラオケというね、まあ、素数の点数を出せるまで終われませんという企画があったと思うんですけども、はい、今回はいろいろなシチュエーションにおける日常に出てくる数字の中で素数を出してそれをリレーするという企画でございます。なるほど。これもしかして4人連続じゃないと帰れま素数の帰れま素数ね。帰れま素数帰れま素数帰れま素線。例えば日常の中で素数が出てくるシーンといえば3素数でね。はい、素数。素数皆さん毎日振っていると思いますけど、サイコロ毎日。はい、サイコロ、まあ、毎日。次はこう、あ、コンビニでパン買いますよね。これ2つ目はコンビニの食料を適当に買ってもらって、はい、それで素数のカロリーを出す。え、でもそれあれじゃないですか、キロカロリー表記なんで全部素数じゃないって言ってた。絶対言うと思った絶対言うと思った。お前で3つ目は、はい、カラオケで素数の点数を出す、はいはいはい、最後4つ目が、はい、ボウリングです。ボウリング。というわけで以上4項目、これで連続で素数を叩き出す。なるほど。まで終われませんという企画です。え、だからこれさ、順番大事、順番なんて大事なんで、俺最後サイコロだと思ってる。ボウリング、カラオケ、コンビニ、サイコロちゃう。コンビニ、サイコロ買った順に選びましょう。選ぶ選択ね。はいはいはい、さあ、じゃあグー、じゃんけんポン。はい、じゃあ、あの、いやでも何がいいやろうな。食料が一番辛いな。でもボウリングかな。はい、ボウリング。はいはい、ボウリングかな。すべての命運をお前にかけて。マジで、俺たちの全員の努力。努力しめて。努力とくりに。というわけで、メイクイットパスボーミズプライムエクスカリバー。映ってません。それではね、記念すべき第1投目、いきたいと思います。お願いしまーす。お願いしまーす。おお、いい感じじゃないですか。おおおお、何も6品でしたー。気を取り直して2投目いきたいと思いまーす。お願いしまーす。おお、うまい。うまかったらあかんねん、これ。ハッピン。ああ、これ難しいっすよ、だいぶ一個にけど。ボウリングでこれやったらやばいな、マジで。お、いつになったら私の出番来るんですか、デンガーさん。それは遥か遠くの話になりそうですね。はあ、やばい、やばい。皆さん入れてください。7ピン来ました。イエーイ。1素数。はい、じゃあ次スン。スン頼んだ。はい、このバトン大事に使ってや。いや、結構運ゲーですよはい、じゃあ歌いたいと思います。曲は、はい、白日で。やばい、聞こえない。わー、誰かを知らず知らずのうちに傷つけて。いや、聞こえない。隠してくれ。息持ってる、すげえ成長してる。いやー、どうすかね、これ。あー、82.5 です。82.5。うわ、惜しい。お前が無理やったってことは俺またやらなあかんよ。同じことしてたということで、今から僕個人のチャレンジが始まったんで、素数出るまでとりあえず投げたい。素数って2357なんですけど、2を2とか3を狙うのは難しくて、なんか真ん中をちょっとずらして、僕は7を目指そうかな。お、まだ
きなり3品素数成功です。大成功、次の人に出ましたいと思います。さよならはあなたから言った、それなのに頬濡らしてしまうの。ちなみにちょっと今回は87っすね。目指すは笑い合ってさよなら。さあ点数発表です。おっしゃー、来たよっしゃー。すいません、ちょっと電話急にかかってきました。もしもし。あ、87取れました。87点。はい、取れました。87って3で割れるくない？あれ、はあ、え、ちょっと僕何点取ればいいんですか？あれめちゃめちゃ3人割り切れるやん、普通に。え、結構じゃあ無理ゲーっすね。あ、じゃあすいません、じゃあ頑張って83点取ります。いやはい、というわけで半大生スン君、結構頭悪い説あると思います。提唱します。お、いい感じじゃん。うますぎます。3連続総数ゲット。あ、予想以上にむずいな。山田さんめちゃ上手くなってます。ちなみに私は今日まだ本日何も食べていないんで、先ほどコンビニでチャーシュー丼を買ってきました。こちらのカロリーは418キロカロリー。よかったー。ほんまきつなってきた。俺のね、よくやってるやつ。はい、というわけで開始から1時間半ぐらいかな。現在3番手の私、カロリー隊絶賛暇を持て余し中でございます。一旦グループ通話してみます。どうですか？一つ分かったのは、俺は2人の苦労が全く分かんないんで、ただただ暇っていう。いや、そうでしょ、そうでしょ、違う場所にいるからそういうことが起きるんよね。そうだよな。だからさ、よっしゃーみたいに共に分かち合えへんわけ。ビビるぐらいむなしいから俺ら。え、ちなみに今 何ゲーム目ぐらいな、今って。5ゲーム目ぐらい今。マジでやばっ。そんなにいくんや。どうしたいとかある？これ一旦順番シャッフルみたいなのはあってもいいかもしれんけど。じゃあすん最後にしてみる、一旦。じゃあロエリン、じゃあ今この場でサイコロ。はい、マジカモ案件、マジカモ案件ですから。ロエリン、いきます。クソ茶番。あー残念ー。4個よかったこれ。あー危ねー。今でよかった。いきまーす。何やな、マジで。この企画ガチでヤバい。お、3いきました。3。じゃあ俺に任しとけ。はい、俺が言ってくるぜ。はい、じゃあ僕が買ってきた商品はこちら、ピリ辛トマトソースのサラミのスティック。じゃあこのカロリー見ていきたいと思います。あ、でもこのリアクションちょっともうやってんな。やってる感じですね、これ。220キロカロリーでした。さよなら。ありがとうございます。ノイリン早く振って、ノイリン早く振って。はい、行きます。回転率早いな。お、2。はい、花尾さん、次お願いします。はい、というわけで2つ目買ってきました。あなたも買ってまいりました。カロリーオークションっていうね、企画この前やったんですけど、こういうなんか飲み物にも意外とカロリーがちょいっと入ってるっていうのを学んだんで、で、あと素数はやっぱ少ない数ほど結構入ってるんで。でもこれゼロやったら罰ゲーム。ゼロやったらちょっとほんまにもう1ヶ月双剣ぶちゃ生活します。さあ、それではカロリー見ますよ。ゼロキロカロリーでした。マジで5。えい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 。そのサイコロなんなの？すみません、よくわかりません。15キロカロリー。
あー21キロカロリー2キロカロリー分食べればいいんじゃないですか。いや、その発想やわ、マジで。その発想はいいやな。7個目はハッピーターンでーす。でもなんかこいつから運命を感じました、俺個人的に。このキャラクターが素数的オーラを秘めてると感じました。いきます、3、2、1。209キロカロリー。え、いや、まだまだわかんないですよ。え、わかんないですよ。209。あ、11×19 です。おー、素数かける素数。惜しい、こいつ惜しい。コンビニ行きたくない。店員さんから毎回嫌な目線で見られるの嫌や。そこはもう今更っすね、マジで。もう、でも今のところだって体感10分の1と10分の1なんで、これ100分の1っすよ、確率。やめて、そこで100分の1相当渋い。行ってきます。また行く準備できました。6、5、5。続いての商品はこちら、ミンティアです。結構期待できるんじゃないかと思ってます。いきます、3、2、1。ポン。頼む。おおおお、71キロカロリー。71きた、素数だ。それは素数。きたー。ですよ、3人目まで行ったの。そうっすよ、確かに。でんか、次重要やで。ファイリー花尾が成功者ということで、3投目僕行きたいと思います。3番手。いや、これめっちゃ緊張するわ。これないって、ほんまもうない。このチャンスほんまもうないと思う、マジで。いきます、じゃあ頼む、マジ頼む、すぐマジ頼む。レンガ4やった。ただどれほど良かったでしょう、いまだにあなたのことを夢に見る。光、さあ来い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 。5、71キロカロリー。さあ来い、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 さあ来い。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー。すごい、こんな急に揃う。え、だって今まで1回も出してへんかったら、だって今まで10回ぐらいやって、はい、全然出そうですね。やばいってマジで。というわけで、ほんまに奇跡としか言いようがないんですけれども、俺が素数を出してから立て続けに全員連続素数を出しました。これだけはもう紛れもない、紛れもなく出しました。マジでこれほんまにすごいと思う。でもマジでノエルに最初やったけど、まあちょっとずるいっちゃずるいんで、最後ノエルで素数出してもらいたいと。もう任せてください。もうみんなの思いはもう受け取ったんで、じゃあいきますね、最後。せーの。何してんの。ありがとうございました。はい、というわけで正直、まあ、ノヤリンがね先頭だったんで、まああれだけね2分の1かかってへんかもしれへんねんけど、俺が素数を出す確率はコンビニ商品的には、まあ、多分10分の1ぐらいな気すんねんな、マジでほんまに。電眼が5分の2やろ。でスンは初めて出てたんで、まあ、7分の1ぐらいとするとやっぱ3
約50分の2とかなんで、やっぱ確率的にはほんまに100から200分の1ぐらい、100回から200回に1回ぐらい出るか出ないかの大勝負だったと思います。というわけで、信じれば奇跡は起こせるということが分かったので、今日の動画はこれで終わりたいと思います。それでは皆さん、ありがとうございました。